どうもベルです今回は d o o m s テ a y のヒーロー攻略ということで今後長く使えるヒーローについての解説をやっていこうかなと思います、えー、この長く使えるレジェンドヒーローについての解説は今回で第2回になりまして前回は第1世代のヒーローについてやっていったわけなんですけども え今回は第2回ということでえ、第2世代のヒーローについてやっていこうかなと思います。え第2世代え、実装から2年以上経っているヒーローたちがメインになるんですけど、それでもまだまだ現役で使っていけるヒーローたちが揃ってるんですよね。え今後も大活躍間違いなしの ヒーローたちだと思いますので、ぜひ、今回の動画が参考になれば嬉しいなと思います。えでは、早速、やっていこうと思うんですけども、え長く使えるということで、え一つの基準として、一年後にも使えるかどうか。えここを一つの基準として、やっていこうかなと思います。えでは、まずは歩兵から。 えー、見ていきましょう。えー、第2世代の歩兵ヒーロー、アダットとサンダーということで、えー、まずはアダットから、えー、見ていこうと思うんですけども、えー、彼女は現在も野戦でもう大活躍中のヒーローですね。で、彼女は火力、耐久力、移動速度。 もうすべてを兼ね備えているめちゃめちゃ優秀なヒーローで。ただ、そんな彼女なんですけど、レイジスキルのダメージ係数が12000と、ちょっと今の環境からすると控えめなんですよね。あの、今の最新ヒーローって、レイジスキルのダメージ係数が大体もう16000くらいあることが多くて。 じゃあ、そうなると、4四千ほどレイジスキルの火力に差が出てしまうので、そこがどうしてもかなり痛い。というところなんですけど、彼女はそれでも1年後に使われている可能性が高いと思ってます。これなぜかというと、彼女移動速度が30%上がるんですよ。 もうこれが本当にでかくて。で、野戦において移動速度って本当に重要で。で、そしてそれを踏まえていくと歩兵の中で最も移動速度を上げられるのはアダットなので。で、火力的には1年後の環境についていけなかったとしても、 移動速度要因として採用される可能性は十二分にあるのかなと思います。また歩兵という兵科の特性上、耐久面も非常に優秀だと思いますので、非常に初心者の方にお勧めできて、かつ、ちゃんと長く使っていけるヒーローということで、非常にお勧めできるヒーローなのかなと思います。 えでは次にサンダーですね。えー、彼はもうその耐久力で昔もう一つの時代を築き上げたヒーローなんですけど現在は野戦だったり諸島やジェネシスの中ンでは正直使われてないです。ただポンペイやアリーナでは今後も使われる可能性が高くて え特に、ポンペイですね。えポンペイってえ、建物を占領していく上で、どれだけ相手の攻撃を耐えられるかという観点が、重要になると思うんですけど、その観点において、サンダーが、もうあまりに優秀すぎるんですよ。正直、まあ、火力はもう、ないに等しいと思うんですけど、耐久力が、 ちょっとあまりにずま抜けてるのでえ。今後、耐久面で優秀な歩兵ヒーローが実装されたとしても、サンダーとその新しい優秀な歩兵ヒーローで組ませて、ポンペイで駐屯していくことになる可能性が結構高いと思うんですよね。あの、彼ってもう絶対的な回復効果と、 絶対的なダメ現象を持ってるんでただどうしても野戦では丸練りと組ませていけば使えないことはないと思うんですけどそれでもあまりおすすめできない点そして諸島やジェネシスでは損耗費の関係でなかなか活躍させていくのが難しい点 えー、これらを考慮すると、えー、1年後に、えー、使われることはあっても、えー、これまで通り限定的な活躍にとどまるのかなと思います、えー。なので、余裕があれば育てるヒーローになってくるのかなと思います。えー、では次に、騎兵ということで、えー、第2世代の騎兵ヒーローは、 ベラとスベンですね。で、ベラとスベンなんですけど、えー、まずは、えー、ベラから見ていきましょう。えー、ベラ、えー、現在も、野戦で大活躍中の、高い移動速度。そして、高い火力。そして、初期のレイジ獲得。そして、火ダメージアップのデバフ。 もうすべてが相まってめちゃめちゃ強力な騎兵ヒーローです、えー、彼女結論から申し上げるんですけど、えー、おそらく1年後も使われている可能性が非常に高いです、えー、なぜかというと彼女って唯一無二の性能を持ってるんですよ で、まず、彼女って、あの、初期の、レイジ獲得を持ってるので、他のヒーローより、最初のレイジスキルの発動が早いんですよ。で、これって、大したことないように見えて、実はめちゃめちゃ重要で,で。高度な押し引きが行われていたり、相手を追撃しているとき。で、こういうときって、 レイジスキルを一発撃てるかどうかで相手に与えられるダメージめちゃめちゃ変わってくるんですよ。で、そうした時にこの誰よりも早くレイジスキルを撃てるというのは本当に優秀で。え、ベラだったから相手にレイジスキルを当てられたという場面かなりあるんですよね。え、もちろん えバトル街という,う条件こそもあるんですけど、この移動速度30%アップを持っているのも本当に優秀で、あの、このおかげで移動速度特化部隊の火力要員としてのアシスタントヒーローとして使っていくこともできて。で、その際も先ほどのレイジ獲得が強く生きてくるんですよね。 で、そして彼女は、それだけではなくて、第4スキルで、ダメージアップ15%。そして、レイジスキルで、え、相手に3秒間の、え、非ダメージアップのデバフを、え、与えることができて。もうこれが、めちゃめちゃ優秀です。で、このゲームにおいて、ダメージバフって、 絶対的なもので根本の根本の攻撃力が上がっていけば上がっていくほどこの効果って大きくなるので全体の攻撃力がインフレしたとしてもその分このダメージバフの効果が実質的に上がっていくのでインフレにめちゃめちゃ強いんですよえまた相手に与える非ダメージアップのデバフについても え、同様に、え、非常に優秀で、あの、ベラが与えるダメージだけではなくて、他の味方の部隊が与えるダメージも底上げしてくれるので。ベラを使っている時と、そうでない時で、もう正直、体感できるレベルで、他の部隊のダメージの通り違うんですよね。えー、もちろんベラ、 大熱大ヒーローということで、アバット同様にえ、レイジスキルの火力面で見ると、ちょっと足りない部分だったり、耐久面を強化できるスキルが一切ないので、撃たれ弱いという、もう明確な弱点はあるんですけど、もうそれを差し引いても、もうあまりあるだけの強さが、えこのベラにはあるので、え1年後も、 現在の使用率よりかは少し落ちてしまうかもしれないんですけど移動速度特化部隊の絶対的な火力要因というポジションは譲らないと思うのでえ中長期的に見ても非常にお勧めできるヒーローなのかなと思いますえでは次にスベンなんですけど えー、彼は、えー、ラリー用の騎兵ヒーローで、えー、ラリー時の火、えー、ダメージ減少効果が、えー、合計で27%ということで、もうラリーの耐久面を大幅に強化するために使われてますね。でそして、じゃ現在はどうかというと、正直ちょっと厳しい。 これが正直な私の感想です。あの、すべンって火ダメ、えっと、火ダメージ減少効果こそ、ピカイチなんですけど、火力面で見ると、正直、ちょっとパッとしないんですよ。あの、レイジスキルのダメージ係数も、今の1万6000が、え、環境のラインとなってるのを考えると、1万2000というのは、 結構控えめな数値ですし、えー、第2から第4、そして覚醒スキル。あの、攻撃面を大幅に強化できるスキルがないんですよ。じゃあ、そうなると、火力は捨てて、完全に耐久面を強化するということで、えー、すでんを起用していく道を模索していくことになると思うんですけど、 あの、チェイシーという、もう、あまりに、あまりに高すぎる壁が、今、え、彼を、あ、彼に、立ちふさがってるんですよね。あの、チェイシー、もちろん、トンでも強いんですけど、耐久力という面で見たときに、もうこの、魅了効果が、優秀すぎるがゆえに、え、チェイシーを、完全突破すれば、ラリーでも使えるんですよ。 あの、相手のダメージを15%減らすって、もう、とんでもない効果なので。じゃ、また、えー、火力面で比較したときは、えー、スベンとチェイシー、えー、比べると、もう圧倒的にチェイシーの方が優秀で。えー、じゃあもういっそのことを、チェイシー・スベンという耐久面に、もう、振り切った、 え、構成もどうかと思った方いらっしゃると思うんですけど、そこまで耐久重視したいんだったら、最新歩兵ヒーローのステラを使ってパンクラリーした方が強いんですよ。じゃ、なので、もう正直、チェイシーを完全突破したら、すべんって使い道ないんですよね。え、一応野戦枠で、あ、野戦で妥協枠として、 使っていくこともできるんですけど、じゃあそのために今頑張ってトップ司令官やるんだったら、チェイシーを取って育成していくか、あの、そもそもトップ司令官をやらずに、ジェネシスや諸島で訓練していって、段階報酬を取っていった方が強くなれるっていうのもあるんですよ。 で、今は、えー、チェイシーを完全突破していない人が多いので、えーフェリえっと、フェリックス・チェイシーではなくて、えー、フェリックス・スベンで、えー、ラリーを打ってる人が多いんですけど、チェイシーを完全突破したんだったら、チェイシーを使った方が強いので、えー、中長期的な目で見ていった時も、えー、彼を育成するのは、あまり、 おすすめできないのかなと思います。えー、では最後に射撃ということで、第2世代の射撃ヒーロー。えー、チュンとジョニーですね。でまずはチュンから、えー、行こうと思うんですけど、チュンは0時スキルを打つのに1200レイジ必要というあまりに大きすぎるデメリットを背負っている代わりに、 高い火力と高い移動速度が魅力のヒーローですね。ね、そんな彼女なんですけど、ぶっちゃけ今、複数部隊での野戦をしているときに、すべての部隊に与える合計ダメージで、最もダメージ出せるのって、このチュンなんですよ。え結局今、たくさんヒーロー追加されましたけど、 野戦時の範囲火力のナンバーワンって、チュンとルイの構成なんですよ。ただ、その代わり、マジで狙われます。泣きたくなるほど狙われます。え、射撃は、もうそもそも耐久力がかなり低い陛下というのもあるんですけど、今のや、今の野戦って、えっと、チュンとジュリア。 えー、この二人を見つけたら、もう真っ先に始末するというのが、もう鉄則と言っていいほど放置するのまずいんで。えー、またみんなそのことをちゃんと理解してるので、あの、そんなにチュンのことを狙わなくてもいいんじゃないってくらい狙われるんですよ。あの、狙わないでください、僕のチュンは。あの、そんなことはまあ置いておきつつなんですけど、えー、じゃあ彼女。 え今後どうなるかについてなんですけど、一年後であっても使われると思います。これなぜかというと、彼女って別に火力のためだけに使うわけじゃないんですよ。彼女を使う理由の一つって移動速度なんですよね。結構忘れがちなんですけど、チュンって移動速度30%アップ持ってるんですよ。 これって本当に圧倒的な数値で突破したバードでさえ12%そしてリンでも20%現在の環境で使われている射撃ヒーローたちと比べてももうズバ抜けてるんですよねどうしても射撃って根本の移動速度が遅いんで あのヒーローとか兵装で移動速度をちゃんと補ってあげないとあのなかなか活躍できないことも多いんですよねただチュンであれば移動速度30%のおかげでちゃんと戦闘に参加できたり押し引きもしていけるので野戦時の範囲火力的にもっと高いヒーローが出たとしても この移動速度30%アップのためにチューンを使おうとなるくらいもう絶対的な効果なんですよ。あの結局いくら火力高くても戦いに参加できなかったら意味ないので。えー、なのでチューンは中長期的に見てもおすすめできるヒーローなのかなと思ってます。えー、では最後に ジョニーについてなんですけど、まあ、彼は、回復効果ダウンのデバスをばらまけるのが、え、魅力のヒーローで、え、サンダーチュートンを倒すために、え、使われてましたね。ただ皆さん、今って、サンダーチュートン、ポンペイ以外で使われてますか正直、かなり使用頻度落ちてるんですよ。 えまた、ポンペイについても、ラリーを打って、相手の拠点や前哨基地を落としたら、そのラリー部隊が、そのまま駐屯すると思うんですけど、ジョニーで駐屯したら、めっちゃめちゃ弱いんですよ。あの、ラリーをしたら、なるべくそのまま駐屯したくて。なので、ポンペイのラリーでも、彼ってあまりおすすめできないんですよね。 あの、もちろん、この回復効果ダウンって、あの、唯一無理に近い効果なので、そこは、ちゃんと評価してあげたいところなんですけど、現状は、それを活躍させる場がないので。あの、今後のヒーロー実装次第で、この回復効果ダウンが、輝く時が来るかもしれないんですけど、現状は微妙なので。え、一旦、 中長期的に見た時でもあまりおすすめできないヒーローなのかなと思います。はい、えー、ということで今回の動画は以上になるんですけどもいかがでしたでしょうか、えー、今回は第2世代ということで前回の第1世代よりも現在の環境で使われているヒーローが多かったですね。 えー、古いヒーローとは言えど、ちゃんと輝かせていけるのが、ドゥームステイのいいところだと思いますので、えー、ぜひ、今回の動画が参考になれば、嬉しいなと思います。えー、次回は、第三世代ということで、ドゥームステイで、最も長い時代を作り上げた、ジュリアや、現在も大活躍中の、エレナがいる、世代ですね。えー、彼女ら、 もう今もめちゃめちゃ強いんですけど、じゃあ今後どうなっていくかも含め、いろいろとお伝えしていきたいと思ってますので、ぜひ次回の動画もご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、今回の動画はこの辺りで締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。